こんにちは、OK ベースと申しまーす。わーということで、はい、今日はですね、また皆さんにご報告がございましてですね、なんと私2019年11月の、ベースマガジンさん、はい、こちらの雑誌のですね、この裏表紙のさらに裏表紙のさらに裏側のですね、この見えますでしょうか、この部分、はい、この部分にですね、はい、なんと私乗っております。イエイということで、はい、このベースマガジンに乗ったぞという報告でした。ありがとうございました。はい、まあそのね、雑誌のまあ裏表紙のまあさらにこのまあ広告、まあ、このレイロスブリッジという、はい、広告の、まあ、さらにほんの一部で載ったということなので、まあ、ぶっちゃけ大して自慢にならないかもしれないんですけども、まあ、ベースマガジンに載ったというのは事実でございますので、これからは、ベースマガジンに載った男ということを最大限にアピールして活動していきたいと思います。よろしくお願いします。ということでね、まあその、まあ、今回はね、ほんとちょこっとだけでしたけど、まあ、いつかはちゃんとベースマガジンのね、中のコーナーとか、あとそのインタビュー記事とかね、そういうので、乗りましたっていう報告ができる、ように、これからも頑張っていきたいと思いますので、これからも皆様、そしてベースマガジン様、そしてリトーミュージック様、何卒よろしくお願いいたします。はい、ということでね、そういった、報告でした。そしてですね、今日は、まあ、この、まあ、一応載せていただくきっかけになったこの広告ですね、このレイロスブリッジという、広告、まあ、広告というかレイロスブリッジという、まあ、ベース用のパーツですね、はい、こちらの、デモ演奏を私、やらせていただいておりまして、まあ、多分 この辺に今出てると思いますけど、まあ、そちらのですね、デモ演奏で使ったスラップのフレーズ、こちらをですね紹介していきたいと思うんですけども、まあ、こういうフレーズなんですね。まあ、こんなようなことをやってまして、こちらをですねもうちょっとそのコンパクトにまとめた感じ、まあ、ちょっとお手軽にした感じのフレーズをちょっと今日は紹介して、まあ、よかったら弾けるようになっていただければなと思います。こういう風にします。これも繰り返しで、まあ、こういうフレーズに、挑戦してみたいと思います。じゃあ手順を一つずつやっていきたいと思います。まず、サムピングとこの、ハンマリング左手右手サムピング、左手ハンマリングの組み合わせからこういう感じですね。はい、3弦をこういう風に叩きます。で、このあと4弦の開放弦、これもうほんとよく使えます。スラップやるとき、スラップのフレーズでほんとよく使うフレーズですね、このコンビネーション。はい、でこの後にこれはそのこっちの空打ちと左手の、タップをまあ両方使って音を止めに行く。でこの後に1弦の空打ち、空、まあ、空プルというか、これはその空プルとその開放弦が鳴っちゃうのの、まあどっちでもいいです。まあこういう風に空打ちとこれ両方どっちが鳴っちゃってもいいので、はい、
その時の気分でやりましょう。次が、このカラプルの後左手で止めて、さらに右手でサンピング2回ですね。これ全部空打ちです。こういう感じで、この空打ち2回やってる間にポジション移動しましょう。この2回打ちやってる間にこうポジション移動をしていって、今度は、4弦の、2フレット3フレットをハンマリングとサンピングのコンビネーションでこうですね。でこの後は、2弦の2フレットをプル、こうですね。この後が、左手のタップで止めて、右手の空打ちも一発入れます。でこの右手の空打ちやってる間にまた左手はポジション移動、こういう感じですね。ポジション移動して、今度は4弦の、5フレット7フレットを、このハンマリングのコンビネーションで、はい、ここまでが、ワンセット、一連でやってみます。そう、これをループさせる。すごい早くやるとなんかすごいことやってるように見えます。はい、だいたい僕のフレーズもこれの組み合わせ、このハンマリングとか、このプルプルからのこのカラタップとか、もうこういうのの組み合わせで僕だいたいフレーズ作ってます。という感じで、いかがだったでしょうか。皆さんもねこのスラップ、練習して、できるようになっていただければと思います。はい、じゃあ最後にもう一回この今月号のベースマガジン、ぜひ店頭で購入していただければと思います。なんかそのちょっと内容も読んだんですけど、非常にやっぱりベースマガジン内容が素晴らしい、ねと思いました。ということで今日は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。